皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は新三国無双オリジンズのファミ通紹介をしていきたいと思います。猛将伝で大きく化けたタイトル、猛将伝では武将のエピソードを楽しめる列伝モードややり込みが楽しい修羅モードを搭載しています。武器やアイテムの追加、さらに爽快感がアップしたバトルなど、無印版から量も質も大幅にパワーアップした一作です。新三国無双3、グラフィックが大きく進化して意欲的な内容を多数取り入れたシリーズ3作目で、基本は前作の要素を踏襲していますが、物語は各武将専用ではなく勢力ごとに変化して、前作とは異なる方向性の BGM や新システム、一騎打ちなど前作との差別化を図っているような要素が多いです。またシミュレーション要素を強めたエンパイアーズシリーズが本作より初めて発売されました。新三国無双4、プレイステーション2用タイトルとしてはラストとなる4作目で、物語は勢力ごとから武将ごとに戻って、より三国志演技に近いドラマが描かれるようになりました。グラフィックはより洗礼かつ安定した描写を実現して、当時としては滑らかに多数の敵兵が出現します。爽快感抜群の無双バトルを実現した拠点システムの変更が、後のシリーズ作品にも大きな影響を与えて、戦場を制圧していく意味や戦術の駆け引きが生まれました。あまりにも遊びが盛り込まれすぎていました。本作は三国志演技らしさを重視した物語が展開しつつ、猛将伝では描かれなかった物語をテーマにした外伝モードが登場しています。さらにクリエイトした主人公で三国志を盛り上げるディッシュモードやローグライク的な修羅モードなど、遊びが非常に多い一作となっております。新三国無双5、プレイステーション3と Xbox360 の時代に移って、敵兵士の数は大幅にアップし、より美麗な画面でゲームを楽しめるようになったほか、無双武将たちのイメージが大きく一新されました。バトルシステムも大きく変更されて、独特の攻防を生む連武システムは初心者には理解が難しいものの、やり込んだプレイヤーからは好評でした。変化を狙った意欲的タイトル、戦場の臨場感がアップして、よりリアルな攻城戦を楽しめるようになりました。残念ながら前作から削除されてしまった要素も多数存在しますが、意欲的なシステムが多数搭載されています。なお猛将伝は発売されませんでしたが、追加要素のあるスペシャルが登場しました。というわけで今回はこの辺で、新三国無双オリジンズのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。